こんにちは、皆さん、まいちゃんです。今日は初めて YouTube に日本語で話したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。私の日本のレベルまだまだ足りないんですけども、最後まで頑張りたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていてください。本日のビデオにはこの超レンズを紹介したいと思います。 Amazon で買ったものなんですけども、 Amazon で買い物しながらこれが目に入ったんですね。見た時に1800円ですよ。で、1800円でレンズ系では安いなと思って気になったんですね。あと、もう一点が、写真が見た時に写真に写ってる色が綺麗で、まあ、気になったんですね、私が。それが原因で買ったんですよ。私はレンズが入る時に、まあ、元々の目が黒くて、まあ、黒いんではないんですけども、茶色系で黒い方なんですね。なので、レンズが入る時に必ず色が変わります。なので、まあ、青い系のレンズが、どうなるかなと思って、まあ、買ってみたんですね。このレンズが開けた時に見てください。このパッケージがとっても可愛いと思わないんですか？超可愛いんですよね。蝶々の名前が合ってますよ。蝶々。超可愛い。超可愛いですよ。で、まあ、私ピンク系が好きなので、まあこういうものが見るときに幸せになるんです幸せ。初めて見てみたときに、とにかく写真で写ってる色が合ってます。本当に合ってます。まあ、さっきって言ったんですけども、私の目が黒い方なので、レンズ入れるときに必ず色が変わります。でもこのレンズが入ってみたときに、その写真で写ってる色と変わりありません。なのでとってもびっくりしました。初めてですね、もともとのレンズの色と合ってる感じで。あと、レンズがリングがないんですね、周りに。レンズ系には色とかを履いてる時に、普通はこう、なんていうんですかね、黒いリングが周りにあるんですよ。まあ、特にコスプレには使ってるんですけども、でもそれが普通に毎日の生活に使うと、こう、まあ、なんていうんですかね、ナチュラルには見えない。なので、まあ、そういう感じのレンズがあんまり入らないんですね。なのでこのレンズが周りにはリングがないので、本当にこうナチュラルで見える感じですね。どこに行ってもこう気にならないようなこう、まあ、色と思います。このベイビーブルーの色が本当に可愛いなと思ってます。1日で履いてみた時に、誰でもそうなると思いますけども、まあ、レンズ履いてる時に私特に目がドライになるんですね。だからドライにならない時にこういうアイドロップを用意してます。でも1日で履いてみた時に目がそんなにこうなんていうんですかね、まあ、ドライにならないというか、ドライになるんですけども、でもこうなんていうんですかね、まあ、違うレンズが履いてる時に毎回アイドロップが入れるんですけども、これがこうなんていうんですかね、こう普通な感じ、こう、まあ、レンズ履いてない感じなのかなと思います。レンズも薄くて入れやすいと、あと1日の間に入れても問題ないと思います。まとめとして、この超レンズが色が合ってます。あと、まあ、レンズ系では安い。あと何だっけ、薄くて入りやすいんですね。あとナチュラルに見える感じ。あと最後の方は超可愛いです。超可愛いんです。なのでこの超レンズがおすすめになりますので、ぜひ試してみてください。このレンズが4つの色があると思いますね。まあ、他のもあるのかな、どうかわかんないんですけども、Amazon には4つの色があります。どこかの変化に写真が入れますので、Amazon のリンクも下の方に入れますので、もし試してみたいであれば下の方にご覧ください。本日のビデオを終わらせたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。日本語合ってるかどうかわかんないんですけども、伝え方が悪くてすみませんでした。こういう感じのビデオ欲しければどうぞ下の方のコメントボックスに伝えてください。書いて私喜んで返事しますので、皆さんのコメントをお待ちしております。また次のビデオに会いましょう。じゃあねー。